風の梅ちゃんと梅ちゃんです。イエーイ。今日の企画はなんと先日ですね、インターネットでオンラインショップで100万円の絵が売れました。キャー、動画すごいね。まだこの今動画撮ってる時点では、その今からまれいかちゃんとこにね、サプライズで届けに行きたいんだけど、とりあえずなんかついてから連絡すればいいか。サプライズもいいよね、もしかしたら。行きましょう。レッツゴー。どれか、えぐ、これ、届けに行きます。俺運転するから、うん、メロちゃんはここで、あ、私ここでね、うん、ガーディアンだね。ガーディアン、ガーディアン、そうです。わかりました。絶対誰にも取られんな。わかりました。じゃあガーディアンね。ああ、オッケー、バイバイ。こんな感じでね。うん、こんな感じで動くよ。オッケー、バイバイ。メロちゃん、はい、なんで運転してんの？なんで？どうした？なんかね、わかんない。守ってんじゃないの？ガーディアンさ、ガーディアンだけど、ガーディアンだけど、おい、おーい、レイカちゃんの場所わかんないから、うん、ね、トコちゃんに案内してもらう。そう、案内してもらおう。案内してトコちゃんはレイカちゃんのネイルのお客さん。はい、そうです、ネイルのお客さんは。見て見て、はい、はい、な感じです。あとでトコちゃんの指一本もらおう。じゃああとでちょっと直近して、はい、えぇ、エレンデリバリーです。嘘やばい、入っていい、うん、ありがとう。嘘、エレンデリバリー、ベロちゃん、すごい、なんかいる、見て見て、嘘嘘、すごい、すごいね、すごいですけど、綺麗、すごい、何これ、すごい、そう、盗もうぜ、やばい、ダメだよ。うちにあるより絵持ってるぞこれ。あ、お客様に。あ、お客様。すいません。やばいな。絵やばいな。そう、すごい。おお、見て見て。おお。やばい。ムーさんやばいじゃん。そう、これやばい。はじめまして。はじめまして。はじめまして。いつもライクちゃんいつも見せられてます。ですよね。いつもすごいですよ、すごいんですよって見た方がいいですよ。こんなとこですよ。やばいよ。多分この偶然。え、知り合いの？私の美容師さん。そうなんだよ。何この偶然？え、やばいですよね。私が、そう、あの、どこですかって言うから、ここですって言って、もともと、そう。あ、美容師さんで。私のお客様で、このトコさんの紹介で来てくださった。あ、そうです。でもね、もともとは同じお店で知り合いで、よくわかんないですよね。え、買いました？レカちゃんこんな進めてんのに、え、買いました？あ、なんですか？あの、ほら、あの、ポストカードね。あ、もう、持ってる、持ってる。まだ、まだ、買ってもらってない、梅ちゃん。え、買いました。レカちゃん、なんと梅ちゃんとベロちゃんで届けに来ちゃいました。ちょっと待って、あ、じゃあまずアイカちゃんですよ。いいんですか？タタン、いやこんなの欲しいんですけど。じゃあもうアイカちゃんにあげちゃいましょう。やったー。どうぞ。いやいや、あげていいよ、あげていいよ、あげていいの？うん、いいよ、いいよ。え、まだ見てない。私は…じゃあ、みんな帰ろうか、帰ろう、帰ろう、帰ろう、はい、レッツゴー、もう帰るよ、帰ろう、帰ろう、はい、バイバイ。じゃあ、車まで運んでやって。嘘でしょ。じゃあ帰ります。いや、マジで、マジで、マジで、後で、後で郵送するわ。嘘、後で郵送するから、じゃあねー、じゃあ、バイバーイ。いいわよ。
さん捕まえた捕まえた、どうしよう、部屋戻っか、100万だろ、100万円の絵を買ってくれたれいかちゃんに、うん、直接梅ちゃんとベロちゃんが届けに来ました。やったー、届けに来ました、ありがとうございます。3あ、やばい、2やばい、1やばい、え、コマーシャル貼ります。いやさあ行きます、3、どうぞどうぞ、2、1最後になんか通知で100万ピンってきて、うん、ええやばいね、やばっ、やばくない、この人、はい、ね、え、びっくりしました、そうね、値段知らなかったもんね、そういえば知らなくて、絵だけもらうっていうのだけ聞いてたんですけど、ね、衝撃、もらっとけばよかったなって、ね、まだ衝撃やばかった、いいじゃん、ファンだからいいじゃん、1枚くらいいいよ、いやでもこれなちょっとなぁ、じゃんけんで決めよう、じゃんけんで決めよう、そうでしょ、じゃんけんで決めよう、最初はグー、じゃんけんぽい、ダンスー、すごい、よかった、いや、弱い、え、弱い、食ってたみたい、イエーイ、弱い、本当に仕組んでないよ、本当に仕組んでないよ、最初はグー、じゃんけんぽい、ちょっと待って、カットカットカット、負けたー、ありがとうございます、ありがとうございます、渡してタコちゃんに、タコちゃんの、負けた、負けた、イエーイ、負けた、はい、じゃあ皆さんね、楽しんでもらったらチャンネル登録と高評価とコメントをします、ありがとうございます。